デビッド・ブルーは、アメリカ合衆国ニューヨーク州生まれの俳優、作家、プロデューサー、監督である。ABC で放送された、アグリー・ベティのクリフ・セント・ポール役で知られる。三人兄弟の末っ子としてニューヨーク及びフロリダで、育つ。フロリダで、カントリーサイド高校を卒業後、セントラルフロリダ大学で演劇を学ぶ。ウィンター・ファリーズに初出演後。 ダーレン・リン・バウズマン監督の、そう2、そう3、そう4に出演。アグリー・ベティでは、モード氏の写真家で、ウィルミナス・レーターの忠実なアシスタントマイケル・ユーリーが、演じるマーク・セント・ジェームスの恋人・クリフを演じた。ベロニカ・マーズや FX の、ダート・ディズニーのコメディ、スイート・ライフなどに、ゲスト出演している。最近では、CBS の、ムーンライトに、 ローガン・グリフィンとして出演している。アグリー・ベッティで共演しているマイケル・ユーリーが監督した、ハワード・アッシュマンの未上演ミュージカル、ドリーム・スタッフが、朗読会の一環として、ロサンゼルスのヘイワース・シアターで上演され、エデニ・エスピノーザ、ビッキー・ルイス、フレッド・ウィラード、ルーク・マクファーレンらと共に出演した。ありがとうございます。